さん、確かにねやってない質問とやった上での質問っていうのは大きく違うんですよねやってる最中にうまく結果が出ないってことに対しては何をやってうまくいかなかったのかってことに対して原因が見つけやすいんですよでもやる前の質問って答えがないんですよねまずやってみましょう損はないんだから、まあ、ここで一つ壁がありますやってもしうまくいかなくなったら資金的なダメージがあるじゃないですか みたいなことがあるんですよね。それは、店をやるとかね、会社を作るとかっていう時はありますよ。だって最初にお金出すんで、仕入れをしたり、人を雇ったりとか、広告をばらまいたりとかね。で、そういったことをやりながら、実際にやってみて、こけたら、大きな損害を受けちゃいますよね。そういう面に関しては、やる前に不安があったり、質問があってもしょうがないと思うんですよ。でも、ことね、ネットでやるビジネスって、経費ほとんどかかんないんで、やって損はないんですよ。で、ここにね、もう一つね、質問、疑問が来るんですよ。 いややって金銭的な損はないけども3ヶ月とか6ヶ月やって結果が出なかったら時間はどうするんですかとその時間はもう戻ってきませんよねってもっともらしいこと言うんですけどもじゃあやらないことによって過ぎた3時間あ3ヶ月6ヶ月の失った時間は考えないんですか <laughs> 何もやらずにねあの3ヶ月6ヶ月やってみてダメだったら時間が無駄になるって言って結局3ヶ月6ヶ月過ごしてきたんでしょその時の無駄はどうやって取り戻すんですかってことになるんですよ 何を言ってんのかなと少なくとも3ヶ月6ヶ月ブログの運営をしてきました YouTube をやってみました SNS で書き込みをしましたね反応が全くなかったりとか売り上げが取れなくって一見利益的には1円もお金が上がってこないそういうふうな3ヶ月6ヶ月過ごしたとしても大事なことがね2つ3つはそっからね取り出せるんですよ1つはね3ヶ月6ヶ月やったけどもこういう結果が出たっていうふうな実際に目で見えるね何をやったからダメだったのかってことね でも同時に同じようなことをやって利益を上げている人がいるってことはやっぱアプローチとかなんか表現方法に工夫が足りなかったんじゃないかなって明確なアドバイスができるんですよ。でもう一つはねやっぱやればやるだけ何かをやったらやったことの経験値が上がるわけですよ。経験してない人と経験してる人どっちが有利かっていうとまあ基本的には経験してる人が有利ですよね。最近は経験しててなないい方が有利だっううような あの逆説的なねあ私動画を上げたりもしてますけどもいやいやや基本的にははね経験値ががある方が有利ですよそれは、ねうん、やっぱり何でもね最初はうまくいかないこと多いですよそんなの人類誰もが認識してますよ最初からうまくいかないなんてでぶつかりながら怪我をしながらそれで徐々に自分がね独立突破していけるようになるわけですよそれがいつかは分からないっていうだけなんですけども転んだ数だけ転んだ経験が積み重なって 立ち上がったもう一回やり直したっていう経験もそれにプラスアルファするんでより強い自分ができていくんじゃないですかねまあそれがだから成功への道であってその成功の過程でお金が手に入るのかどうかってことはまだ別の問題じゃないかなっていうところが今日のオチになるかなと思いますけどもねはいじゃあ今日も朝6時半行ってみよう